父ちゃんに電話したの、うん、おめえ、はい、じゃあ今からアップします。冗談じゃねえで言ったんだよ、はい、そういうのは言わないでくれって言ってねえっすから、そうかいって言っただけさ、うん、まあそうだ ね、それ以上言えねえよね、ね、うん、それでほら旦那さんが入院してる時お世話になったみたいなんですね。あ、なるほどね。だから抜けられねえんだよね。なるほどね。で有馬とかそういうのが多くて、カラオケもみんなほら、はい、あのその人が直してくんだと旦那が、うん、なるほど。ほんでなんか しりこねえんだよさもなければ相撲に、はい、ほらあの国技場で今やってべえ、なんかやってるんだよ今日、あの北門が来て、はい、そこに行ってる人もいるわけ。ああ、なるほどね。それで何だっけな、富永さんちの新聞配ってくるんですよ、はい、私にて、はいはい、だからその子が言ったんだから、その分かんねえけど、はい、勝川さんとか勝川さんとか北門の新聞が来るんですよ。だけど俺はそのミネで、はい、おミネで言っちゃうんだけど、はい、あのね、国立病院やったの前の、はい、そこにね、あの火曜日、はい、火曜日にね、はい、あの結構地元の人たちが行ってるんだよ、ほら体操したりとか、それが北門がやってるんだよ。ああ、なるほどね、うん、私は行ってねえけど、そういうすごい結構あるからね、はい、なるほど。じゃあ開幕です。はい、わかりました。いいです。新聞困ってるぐらいじゃ俺んち結構ねえと思ったんだけど、はい、お母さんと言ったんだと、はい、お母さんは土地で、あれだからいろいろ言っときますからって言ってるようだったよ。そうだね。なんでって言ったら大変なの、違う人だらいいけどやっぱ市役所だしね、するから、お母さんのことは。